はい、酒好きな新潟人と飲酒動画。今回は、昨日飲みました。ザ・クラフトマンズシップのクリスタルビア。クリスタルじゃん。クリスマスビアの、バージョン違いのイブ・アンバーという、ものです。アルコール度数6%、アサヒ酒造です。生ビール、限定醸造。原材料が麦芽と麦芽エキスとホップと米とコーンとスターチ。醸造責任者が初見すみっていう人ですね。すげえ名前だな、これ。すごいぞ。初見ずみっていう人間人の名前。初見すみ すげえ名前だな、これ。醸造責任者。クリスマスビールってご存知ですか？サンタクロースとゆかりの深い国の一つであるデンマークで毎年11月に解禁されるクリスマスビールの解禁日の20時59分、街のカフェやバーはその年のクリスマスビールを楽しむ人たちで賑わいます。少しコクと甘みが強く、アルコール度数は 6% 近いものが代表的です。本商品はそれを参考にアサヒビールのビール職人と醸造学マスターが日本のお客様に向けて醸造したクラフトマンシップビールです。ですね、ここにですね、星、何つ星みたいなのが書いてあるんですが、コクと麦の香りとホップ香が強めと。これ昨日のやつと変わんのかな？なんか同じような感じだけど。あ、でも色があれなのか。アンバービール。ちょっと黒ビールっぽい。黒ビールっぽい。乾杯。クラフト。昨日のに比べると甘くはないですね。ちょっとだけ苦いか。黒ビールっぽい。ほろ苦さがありますね。こちらが、香ばしく香る濃色タイプのビールです。で、前回昨日飲んだのが深いコクと旨味を楽しめる単色タイプのビールです。ちょっと違うんですね。個人的には昨日のやつよりはこっちの方が好きですね。ちょっと苦めの感じ。昨日の甘かったかな。結構甘かった。そういえば、お歳暮ギフトのあれ買ったんだったな。ギフト限定のスーパードライ。なんだっけ。スーパードライのね。なんだっけ。この白いやつか。濃厚熟成仕立てってやつ。いや、俺ビール、ギフト買ったわけじゃなくて、確かイオンで売ってたんで、前買ったんです。イオンで普通にそれだけで売ってたんで。瓶のやつも売ってたね。瓶のやつ。多分イオン限定で瓶のやつが普通に売られてて、おーと思って。俺が買ったのは缶のやつ。瓶のやつはね、容量が少なかったから、ちょっと 20ml ぐらい少ないんです。で、そのくせ高いんで、いいやと思って。やめましたけど。普通に。ドライプレミアムの白と金色と、紫。
の缶が2缶ずつ入ったやつ。あの、イオンで売られてます。明日あたりでも飲むか。これだけ飲んでない、まだ。ドライプレミア。濃厚熟成仕立て。まだ飲んでないんですよ。紫のやつは飲んだんだよ。確かそうだったはず。ドライプレミアム、原酒仕立てプレミアムっていうが金色のやつ。で、あれ、前紫色のやつ飲んだよ。香りの琥珀飲んでる。初仕込みドライプレミアムなんて飲んだっけ？青いやつ。いや、まだ発売してねえな。12月の22日発売だって。青いやつ。ドライプレミアムいろいろ出てくからな。もう、どれがどれだかわけわからなくなった。もうわけわからんですね。ドライプレミアム。もうドライプレミアム。初仕込みプレミアム？ああ、ちょっと違うやつなんだ。去年の時に出たっぽいですね。昔もあったみたいだな。初仕込みプレミアムってやつ。白色の。去年のっていうか今年の1月ぐらいにあったみたいですけど。それの色違いバージョンというか、って感じでしょうか。原酒仕立て。え？原酒仕立て、実感グラス、必ずもらえる。ああ、グラスか。ちょっと欲しいけど。ああ、微妙だな。ビールグラス。タンブラー、あんまり。もういっぱいあるからな。正直いらないんだよな。うん。やっぱあれだな。あれ欲しいね。タンブラーっつったらあれですよ。あの、竹鶴のタンブラー。竹鶴のタンブラーって、あの、アルミタンブラー。ハイボールタンブラーか。あれ欲しいんだけど。売ってねえんだよ。売ってねえんだよな。竹鶴じゃなくて日華ウイスキーか。日華ウイスキーって書いてあるやつ。漢字で竹鶴じゃなくて日華ウイスキーって書いてるやつが欲しいんですけど、日華ステンレスタンブラー。あ、1000円で売ってるわ。あ、これ欲しい。これ欲しいな。1000円か。買おうかな。ブラック日華ステンレスタンブラー。いや、これいらんな。
ブラックニッカステンレスタンブラー。これはいらん。ニッカ。ニッカタンブラー。ああ。1000円かな。1000円で売ってますね。まあ、買ってもいいけど。どうしようかな。まあ普通に欲しいっすね。普通に欲しいんで。あ、てかこれあれだよ。即落札のやつだ。発送は宅急便の着払いのみだって。ひど。これはないわ。着払いのみとかマジでアホかよ。あれ？発送は宅急便の送料着払いのみ。着払いのみ？よくわからん。落札代金は先払いとなります。よくわからん。まあ、とりあえず落札しとくか。1000円で落札しました。やったー。はい、ということで、落札しました。ニッカウイスキー。ね、ニッカ。まあ、ニッカ嫌いですけど、もう嫌いになりますけどね。まあ、ロゴはいいんじゃない？ロゴは。もうニッカウイスキーはもう買う予定ないからね。もう買わない買わない。もうニッカウイスキーはもうダメ。っていうよりもジャパニーズウイスキーがもうほぼオワコンになってる。うん。それがちょっと残念ですね。もうジャパニーズウイスキーはもう終了だな。個人的に。唯一残ってんのはやっぱりあの角瓶の黒角瓶かな。黒角瓶が唯一の救いと、まあ唯一でもないんだけど、まあ買うっつったらそれぐらいだな。うん、買うとしたらね。はい、4244です。ご視聴ありがとうございました。